これね、1、2、3、4、4がつかない。あ、ついたついた。なんか接触悪いな。どうも、ベトナム在住の内です。今回もね、フロント周り、今日でね、ライトとかメーターつけていきたいと思います。ちなみにね、この何もない状態、これはこれでね、なかなかかっこいい気はするんですけどね。まあ保安部品つけずに走るわけにはいかないんで、こっちですね、メーターとかライトつけていきたいと思います。ミラーステイでね、メーター固定します。ブレンボのマーク入りです。前回ね、問題になった配線全部同じ色なんで、とりあえずね、適当に切って念のため色分け。ここね、以前こいつで傷つけちゃったんですけども、配線いろいろ見てるとね、このタコメーターからプラスとマイナス取れるの分かったんで、一旦元に戻すというか、戻せないんでビニールテープ巻いておきます。この作業してからね、 USB つければよかったんだけども、届いたらね、すぐにつけてみたくなっちゃうんですよね。ギアインジケーターのね、線つなぎ直しします。赤いやつや
USB 電源のね線ですが、これはこいつにね割り込ましちゃいます。本当はね長さちょうどに合わせたらいいんだけども、まあちょっと余らしてメーターがねカバーがでっかいんでこの中でしまっておきます。ああ切れんのか、こいつじゃ無理なんだな。配線はね、あとライトの取り付けで終わりなはず。さあ、全部いけてるかな。OK だね。で、からね、で、ポン、ピッ、オッケー、で、ローと、ハイでね、ハイについてると。で、こいつか。あ、着きましたね。映んないかな。で、ギア、これね、1、2、3、4、4がつかる、あ、ついたついたなんか接触悪いな。まあいいやろ。さあ、これでニュートラルストッパーね。とりあえず電気関係は終了ですね。うん。あとは次回ちょっとねブレーキ側こっちに問題あるんでね、それを対処して、あとちょっとエアクリーナーもね、セッティングが中途半端なまんまだけども、ノーマルのやつをね、つけてみようと思うんですよ。ここのね、配線、トグロ任してたの抜いたもんですから、純正のエアクリーナーがつけれるはずです。なんでね、次回で終了予定です。今日はここまで。